シオンこっち見て、ここに覗いて。はい、今日は我が家のシオンの日本語勉強についてちょっと紹介します。シオンいいですか？はい。はい、今は漢字に入りました。おいしょ。はい、行きます。じゃあ今日は新しい漢字に入ります。はい、今日の新しい漢字はこれです。シオン、これはね、まず、はい、読んでください。円。そう、円って言います。じゃあ指でなぞってみるよ。はい、何画かちゃんと見てね。画数も今教えてます。1、大きい声で、2、3、4。はい、この円っていうのはじゃあ何画ですか？4画ですね。はい、でね、ちょっと見せるけど、円っていうのは日本のお金の単位でもあるの。いい？この絵を見せます。いいですか？見て、100、何て書いてある？円。そう、100ってシオン漢字で書けるね。100円っていうのは日本のお金のことで、円ってつくの。だからシオンは100を勉強したから円も書けるよね。じゃあもう一回、はい、なぞって、ちゃんと何画か口に出しながら言ってごらん。書いてごらん。1、1、2、2、跳ねる。で、3、どこの棒かな？3、4。はい。で、何て読むの？円。はい。それで言いながら言ってって覚えてください。はい。じゃあ、こうやって言葉に出させて。1。教えてます。ごめん、ずれちゃった。どうぞ。2、ぼやけてるね。3、これが私の教えてる全部のグッズです。1、こうやって全部の漢字をコピーして何画かあと書き順を教えてます。と、これで、あ、これ見えるかな、カタカナ教えたり、ひらがな教えたりしてます。はい、ほら、続けてやってください。何画ですか？4画。はい、4画、頑張ってね。1、2。あとはインターネットでこういうのを見つけたの。これはアノン、こういう、これは2年生のです。これの全部ラミネートして、1年生の少しずつ終わってったら、わからないときにこれを見て調べさせてます。これが1年生の漢字で、これほら続けて、これが2年生の漢字になります。うちはもういろんなコピーをしています。こういうのも全部、日本にいたらこういうのは簡単に買えるんだけど、アメリカにいると買えないので、全部コピーして、これを、アノン、シオン、テオンがちゃんと使えるようにしています。話してもいい？今度もうちょっと大きく書いてくれる？それ、はい、はい、声出して。1、2、3、4。はい、シオン上手だけど、ここ見て、線が出てるね、ここね、うん、線は出ていいと思う？こっち線出てる？そう、マッチしなきゃいけない。ここはくっつけてあげなきゃいけない。じゃあ次、それを気をつけてやってみよう。分かった。もうちょっと大きく書いていいんだよ、シオン。上と同じような大きさ。あ、ここぐらい。うん、ここ1、2、2。跳ねてないよ、シオン。ここほら、おひげさんがない、みんな。漢字を付け足すのあんまりやめてね。3、4。はい、円。円。ああ、それ上手にできたね。ここもマッチしてるね。じゃあ同じように上手に書いてごらん。うちはアノンもシオンも同じように、あ、ぼやけてる。三角に。あ、
なんかちょっとボケちゃったかな。3のページに行きました。はい、頑張ってビデオ撮ってるよ。はいはいはい、じゃあもう一回、何画ですか。はい、円円何画ですか。1数えて。1、2、はい、4画。はい、そうね。じゃあ、はい、書いてください。続けて。はい、続きます。はい、じゃあうちの勉強の仕方はこれで終わります。第2弾はまた後で撮ります。フォルシオン、はい、皆さんにバイバイは頑張りますって。頑張ります。バイバイ。ボケてる、ちょっと待って。はい、あー、ボケちゃった。ここだ。はいよ、頑張ります。はい、バイバイ。バイバイ。はい、頑張ってください。